はい。では、ここではですね、解決策に関するアイデア創出のためのヒントの実例ということでお話ししたいと思います。解決策のためのアイデアの創出ということなんですが、ここまでの議論の結果ですね、繰り返しになるんですけど、この問題の再定義をしていただいてですね、その問題が基地のコンフリクトと仮説のコンフリクトによって定義されている状態になっていると思います。でですね、ここでお話しするのは、この基地のコンフリクトの解決策を提案していくと。どのように提案するかというお話になります。その提案されるアイデアはですね、この以下のようなテンプレート。もしシステムを導入すると、望ましくない状態が発生すると。これは解決策を導入することにより提言されると。そういった形のアイデアになります。でですね、仮説に対してはですね、基本、解決策っていうのは提案できないのではないかなとも思うんですが、それがもし自分なりに確証があるものであるんであれば、アイデアの提案ということはもしかしたら可能かもしれないと、そのように考えています。はい。でですね、現段階でこの、もし住居、家屋を導入すると雨風をしのぐことができる。しかし同時に地震の時に危険であるというリスクがあるという、問題をこう再定義した結果ですね、いくつかのコンフリクトがこう出てきているんですが、この中からですね、すべての解決策を出すというのも、有効な手段かとは思うんですが、おそらくこの中でも、深刻、重要と思われるコンフリクトのみを選定してですね、解決策を40の発明原理を用いて出していくと、そういったプロセスが現実的になるのではないかなと思います。で、この例ではですね、再び地面が土台を保持する、しかし地面が土台を動かして壊してしまうと、この基地のコンフリクトのみに着目して、アイデアの創出をしていきたいと思います。で、解決しようとしている問題の確認なんですが、地面が土台を保持すると、望ましい作用をしている一方ですね、地面が土台をこう動かして壊してしまうと、望ましくない作用をしていると、その典型的なコンフリクトのモデルに一致しているということをここで確認していただきたいなと思います。で、こういった問題をですね、解決するためには、どのようにするかというとですね、基本、どういう手段を取ったとしてもですね、この有害な部分を分割して何らかの方法で分離すると、そういった形になると思います。で、そのために、どういった切り口から考えていくかということなんですが、空間を意識する、時間を意識する、条件を意識する、部分と全体を意識すると、それぞれにおいて有効な40の発明原理が分類されているので、それらを参照してですね、思いつく限りのアイデアを出していくと、そういった流れになります。で、まず空間を意識して分割分離するということを考えたいんですが、まずはその以下の質問の考える質問の答えを考えてくださいと。地面が土台を保持することを望むのはどこなのか。地面と土台の接点だと思います。で、地面が土台を動かさない、壊さないことを望むのはどこなのかと。これを居住空間を保持している部分ということでいいのかなと思います。これらを踏まえてですね、以下の40の発明原理から解決策をこう考えていきます。ざっくり考えた結果ですね、このようなアイデア、私自身、こういったことの専門家ではないので、どれほど価値があるのかというのはよくわからないんですが、例えばですね、この分割原理使ってですね、こう居住空間と土台の間、柔軟な素材、もしくはバネでこう分割すると、これは免震構造ということになるんですが、で、分離の原理だと、土台の形状ですね、地震による周波数が住居家屋に伝わらないような設計にする、分割原理と一緒かもしれないんですが、あとはですね、居住空間と土台の間の局所的な柔軟な素材、もしくはバネ、これも一緒ですね。あと、この逆発送原理、地上ではなく地下に居住空間を設置すると、これちょっと面白いのかなと思います。あとはですね、薄膜利用原理で、こう建物じゃなくてテントに住んではどうだとかですね。あと、こう代替原理なんですが、地震が起こらない地域に引っ越してしまうと、その元も子もなくなってしまうんですが、とりあえず出せるアイデアは全て出すという態度が、ここではコツになるのかなと思っています。で、その他のアプローチ、時間、条件、部分と全体、下位システム、上位システム、代替システム、逆システムと、以前説明したかと思うんですが、これらに関してもですね、同様に40の発明原理を適用して考えていくとですね、相当
たくさんのアイデアが出てくると思うので、まあ、その中に皆さん挑戦するに値するものというものも含まれる可能性が高いと、そのように考えています。はい、では、ここでの説明は以上になります。